本日はフォトシン相模原2018フォトシンポジウムにご来場いただきありがとうございます。まもなく開演いたしますので、ご着席くださいますようお願いいたします。皆様、大変長らくお待たせいたしました。ただいまよりフォトシティ相模原2018フォトシンポジウムを開会させていただきます。私、司会進行を務めます FM 相模表原雅子でございます。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。それでは開会にあたり、主催者を代表いたしまして、フォトシティ相模原実行委員会角村義文実行委員長よりご挨拶申し上げます。実行委員長をさせていただいております角村でございます。本日は、2018年、18回目のフォトシティ相模原、今日の授賞式が先ほどこの会場で終了いたしました。受賞者の方々おめでとうございました。おかげさまで、このフォトシティ相模原も18回を迎えるということで、これはもうひとえに皆様方のご支援の賜物と思っております。私ども、実行委員会といたしましては、いろいろと試行錯誤をしながらですね、予算をやりくりして、実行をしております。で、だんだん実績が認められるようになっておりまして、評価をいただいているのではないかと思っております。で、まただんだん時間が経つのが早くなってまいりまして、1年が早いなということを会場でお会いする方々から会うたんびにですね、1年経ちましたねという声が出てきております。で、あと少ししますと、もう2020年ということになりまして、20回目でございますので、ちょっとこのフォトシティ相模原も20周年でまた何か新しい仕掛けをしていきたいというふうに考えております。ちょっと先になりまして、鬼も笑っているかと思いますけれども、そんなことも考えながら、また皆さんのご支援をいただきたいと思っております。今日は中国の写真事情ということで、私も大変興味を持っております。急激に変わっている中国だと思います。で、その中でどんなふうに写真家あるいは写真愛好家の皆さんが活躍しているのかというようなことをお話しいただけるのではないかと思っております。今回も、伊藤先生に司会をしていただきまして、今年の相模原賞の受賞者のお父さん、それから、中国をよく知っている方、若い方だと思います研究者でございます袁さん、このお三方でシンポジウムを進めさせていただきます。写真展そのものは隣の駅の相模原の会場でございます。この会場がそろそろですね、一つのその美術館みたいなところでこういった表彰式とか写真展とか、シンポジウムじゃないレセプションとかいうようなことが行えるようなことが、計画としては動き始めております。ちょっと、先になりますけれども、それが早く実現、一日も早く実現してほしいなということも願っているものでございます。それではごゆっくりと、研究発表というような形でお聞きいただければと思います。ありがとうございます。それではこれよりパネルディスカッションを始めさせていただきます。今回コーディネーターをお願いいたします。伊藤俊治様をご紹介いたします。1953年秋田市生まれ、美術史、写真史、美術評論、メディア論などを中軸としつつ、建築、デザインから音楽、映画まで、20世紀、21世紀の文化全般にわたる旺盛な評論活動を展開され、現在は東京芸術大学
先端芸術表現科教授としてご活躍でいらっしゃいます。フォトシティ相模原におきましては、長年実行委員会特別委員、またプロの部の審査員としてご尽力をいただいております。伊藤様、お願いいたします。続きまして、パネラーの皆様をご紹介いたします。フォトシティ相模原2018相模原写真アジア賞受賞者、東光部様です。1966年、中国江蘇省無錫市出身、現在中国写真家協会会員、江蘇省写真家協会理事長、無錫市写真家協会常務副理事として現代写真の創作と研究に取り組まれております。写真展企画者としても活躍されていて、これまでに数十人の写真家の個展や共同展を企画されています。2014年の中国写真家協会写真展企画者委員会の非場賞や、2015年に企画したチェンハイフェン緑の列車写真展が連州国際写真展で視点写真大賞を受賞されるなどご活躍でいらっしゃいます。では当様、お願いいたします。お願いいたします。また本日国際交流ラウンジよりお越しいただきました通訳のお二方をご紹介いたします。佐藤久美美様です。お願いいたします。高橋邦博様です。お願いいたします。どうぞお掛けください。続きまして、円長凡様です。1991年中国河北省湖安県生まれ、現在東京芸術大学の美術研究科博士課程に在籍されており、ステアーズプレス共同創設者でトーテムポールフォトギャラリーのメンバーでもあられます。写真集水辺にて2016では第5回キャノンフォトグラファーズセッションキャノン賞2016や、第4回川場ニューネイチャーフォトアワード川場村賞2016を受賞されています。円様、お願いいたします。お願いいたします。どうぞお着席ください。ご紹介は以上でございます。それでは伊藤様、パネリストの皆様、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。こんにちは、司会進行を務めさせていただきます伊藤です。よろしくお願いします。今日は現代中国写真の新潮流、変容する写真表現っていうふうなタイトルをつけました。で、急成長を続ける、中国写真の動向を、いくつかの視点から見ていきたいと思います。現代中国写真といってもですね、日本ではあまり知られてはいません。今日は2018年の相模原、今年で相模原アジア賞を受賞されたタン・ハオ・ウーさん、そして写真家であり中国写真研究者でもある、ワン・チャオハンさんをゲストに、招きして、現代中国写真の、多様な様子をですね、ご紹介していきたいなと思ってます。まず僕の方からちょっと現代中国写真を考える上でのこう見取り図、時代的な見取り図のようなものをちょっとお話しします。中国は、文化大革命後の1970年代末以降、市場経済を導入する、改革開放政策を進めて、1980年代、1990年代、2000年代と、驚異的な経済成長を遂げてですね、2010年には、GDP が、世界第2位にまで、なります。1978年のですね、毛沢東の死後、中国の指導者になった、李小平は
社会主義の中に資本主義的要素を組み込んで開放政策を強く推し進めていきました。1989年の天安門事件によってですね、この改革開放経済は一時中断しますけれど、1992年から再びエンジンがかかって21世紀に入ると外国資本の導入であるとか貿易の自由化などによってですね、経済成長が拡大して2010年代にはとうとう世界の超大国の仲間入りをするわけです。ただこういう急速な成長は環境汚染であるとか乱開発であるとか労働力不足であるとか農村の荒廃であるとか貧富差の拡大であるとかいろんな問題を起こしていきます。中国の現代写真の流れを見ていくと、こういう20世紀から21世紀へ至る大きい変容を打ち出しながら新たな写真表現を生み出して世界的にも非常に大きい注目を集めていることが分かります。今年度の相模フォトシティ相模原アジア賞を受賞した譚さんは江蘇省無錫、相模原市と姉妹都市関係にある工業都市ですけれど、無錫市を中心に中国で広く活躍されている写真家の方で、その代表作であり受賞者作である農民工というのは現代中国の発展にですね不可欠な労働力である農民工と呼ばれる出稼ぎ労働者の生活を扱った写真シリーズです。農村に戸籍を置きながらですね、都市に出稼ぎにやってくる、農民工は、中国独特の労働者の存在と言われてますけど、2億人とも言われるほどたくさんそういう出稼ぎ労働者の方々がいらっしゃるわけですね。で、改革開発経済によって一気に高度成長時代に入った中国では人口移動が非常に激しくなって、膨大な数の人たちが、農村から都市へ、内陸部から海岸部へ、移り渡っていきます。このため、国の国土の様相がですね、非常に大きく変わって、伝統的な生活様式がこうだんだん廃れていって、ネットワークとかテクノロジーが人々の生活の隅々までこう浸透していくような、そういう時代になっていきます。で、高層ビル、こう乱立する高層ビル群の間を高速たくさんの高速道路がこうすり抜けていくような現代中国の風景を作り出したのはまさにこの農民工の人たちであり、彼らは戸籍を都市部に移すことを禁じられて、家族とも滅多に会うことなく、貧富差にこう喘ぎながらですね、非常にこう劣悪な環境下で、長時間労働を強いられていくと。そして完成都市が完成したり、高層ビルが完成していくとまた別の都市とか別のビルに移っていくという渡り鳥のような生活を続けている人たちです。この間ちょっと国際ニュースで知ってびっくりしたんですけど、中国が2011年から2013年の間に生産したコンクリートの量っていうのは20世紀の100年間にアメリカが生産したコンクリートの量と同等ぐらいだっていうふうに言われてるんですね。それほど急激に中国の都市が開発されていくと。で、譚さんの写真はこういう現代中国の象徴ともいえる農民工の実態を非常にこう強い共感を込めて映し出した写真のシリーズです。まずはじめにですね、譚さんに農民工っていう写真集自作を中心にして
お話ししていただきたいなと思います。よろしくお願いします。伊藤先生、您好。刚才伊藤教授已经把中国农民工的这个原因基本介绍了一下，而我是拍农民工的起因，是因为我有两次房屋装修，跟农民工有了近距离的接触，而这个接触让我了解到农民工，他们并不是像我们通常认识的那样的形象，使我产生了好奇心。農民工については先ほど伊藤先生からご紹介がありました、私が農民工を取り始めたきっかけを申し上げますと、以前家をリフォームするときに、農民工と近距離で、接触する機会がありました。でその交流を通じてこれまで考えていた農民工に対するこれまで考えていたイメージが変わりまして、そこから興味を持って写真を撮るようになりました。比如有一位农民工在工作的时候，刀片割伤了他的手。我问是不是进医院了，他的同伴说他回老家养伤去了，因为他的说无锡医院的那个药费太贵，他看不起。就回老家了。あるそのリフォームを通じて知り合った農民工は手を怪我をしていました。それにもかかわらず、無職の病院にはかからず、彼の地元に帰ってきました。でその後その彼の同僚にどうして彼は無職で治療を受けずに実家に戻ったかというと聞いたところ、その同僚の彼は無職では医療費が高くて、治療を受けることができなかったと答えました。还有一位农民工当着我的面和异性农民工在电话里聊天谈恋爱，他们那种率真也让我感觉很好奇。もう一人の農民工は仕事中に私のいる前で電話を取り出して、同じく農民工のその彼女と電話を通話を始めました。こういったあからさまな彼らのスタイルに私は関心を持ちました。当我系統的拍摄他们的时候，我感觉这些农民工非常的辛苦，付出的劳动也非常多，但是受到的回报、受到的不公正待遇也很多、超出了我的想象。私がこのような写真を撮ることを通じて分かったことは、彼らはとても、厳しい生活をしているとにもかかわらずあまり報酬を得ていないということでした。下面、我放一些 PPT、在放 PPT 的同时，我再做一些介绍。ここからはパワーポイントを使いまして、私の作品をご紹介していきたいと思います。这个是我的介绍，我就，这个是中国著名的学者、摄影评论家鲍圭先生对我的《农民工》这部作品的一个评论。这是在2007年他写的一段评论。この文章は中国の著名な、アート学者であるホークン先生が2007年に、書いてくださったものです。農民工在汉语里它是一个矛盾的词。什么是农民工呢？就是他有农村户口，有承包土地，但离开了这个户籍所在地，从事非农业生产的人员。農民工というこの単語自体が自己相反的な自己矛盾を抱えた単語であります。彼らは農村に戸籍を持っていて、それから土地もあるんですけれども、その自分の土地を離れて外部の土地に行き、
農業以外の産業に従事している人のことを指します。简单的我简单的介绍一下，刚才伊藤也讲了，就是中国实行的是严格的户籍制度，1958年就开始实行农村户口和非农村户口，这些农村户籍的人和城市户籍的人，他是不能进行自由流动就业的。先ほど伊藤先生からもご紹介がありましたけれども、中国では厳しい戸籍制度があります。1958年に戸籍登記条例という法律ができまして、これに基づき都市部の人々と農村部の人々は大きな、違いが、政策的な違いがあります。70年代末中国有10亿人口8亿農民、70年代、中国には 10億人の人口がいましたけれども、そのうち8億人が農民でした。長期实行以工养农的政策，造成了农村的相对非常贫困。長期間農村部の人たちが都市部の人々を養うという形式だったので、農村の人々は貧しくなりました。1978年中国改革開放，農民開始多種經營，但是有一句口号叫离土不离乡，中国乡镇企业开始兴起。中国1978年改革開放に伴いまして、農民工は、自分で経営を始めました。ただその原則がありまして、土地はその自分の土地は離れないということです。でそれによって農民工が、豪賃企業というものを立ち上げるようになりました。90年代以后呢，中国城市开始城市化改革，农村的耕地减少，使农民更多的离开了土地，进城市谋生。90年代になり、都市化が進みました。それにより周辺の土地が少なくなったことなどから、農村の土地が減り、農民は、都市部に入らざるを得なくなりました。農民工就成为渐渐成为中国经济发展的重要力量。農民工は中国経済発展の大きな力になりました。直到2014年、政府出台了这个政策，统一了城乡户口登记制度，所以农民进城的这个障碍才根本消除。2014年になり、中国政府はこのもともとあった都市と農村の区別した政策というのを改めました。これにより農村部の人々と都市部の人々の間の、差別というものは、制度的な差別というものはなくなりました。同時呢、这个農民工進城呢、帶来許多問題。一個就是、城市人對農民工的歧視，他們不享受城市的社会保障，同时呢又不被城市接纳，游离于主流的城市社会。農民工が多く都市部に入ったことにより、いくつかの問題が生じました。例えば、都市部の市民による農民工に対する差別、それから、農民工は都市部に入ってから仕事をしても社会保障を受けることができません。それから以上です。主要问题就是工资偏低，有拖欠现象，劳动时间长，安全条件差，缺乏社会保障，职业病、工伤事故多，培训就业、子女上学等方面也有诸多的问题。这些问题呢，引发了不少社会矛盾和纠纷。例えば社会保障、先ほど申し上げました社会保障とか、給料の違い、それから労災や職業病が多発するなど、さまざまな問題が起こりました。我是从2000年开始拍的，到2016年，主要是拍摄他们的工作和生活。私は2002年から2016年にかけて農民工を撮りました。主にその農民工の職場、
作業場での生活とそれから日常生活を取りました。時間关系我先 放一下如果有需要讲的我再讲一下。時間の関係でまずこの写真画像を。这一张照片其实这个农民工在捡拆迁城市居民的废弃的家具运回老家。この写真は農民工が立ち退きが決まり取り壊された建物から家具を拾って自分のふるさとに持ち帰ろうとしている写真です。因为中国城市化的发展它包括无锡一个城市的拆迁量就是整个江苏省的70%，所以外来人口外来农民工非常多。都市化の進展により無借でも 70% の建物が取り壊され新しいものになりました。そのため農民工がとても必要になりました。这是2002年拍的，当时的农民工啊，从农村到城市来，他们对城市的这种生活方式、社交礼仪都不太在意。比如说，他穿着这个西装，但是他没有工作服，工作的时候也是穿着西装。这是他们吃好午饭回工地的一张照片。これは2002年に撮った写真ですけれども。彼ら農民工は都市部に出てきても若干その、礼儀作法のようなものが異なります。彼ら先ほどの写真ですけれども、仕事中にあのような、しっかりとした正式な服を着たりしています。这张照片是一个年轻的农民工，他说自己已经满18岁，但是我交流的时候我觉得他只有16岁左右。这一个手指，这一件手指是这个工伤事故断掉的，我问他有没有赔偿，他说没有赔偿，只能自认倒霉。この写真は18歳の農民工を撮ったものです。ただ私は16歳ぐらいの少年かなと最初思いました。彼は指を落としているんですけれども、私がその労災が降りたかどうか尋ねたところ、そのようなものは降りていないと答えました。同样在今天如果发生工伤事故的话，这个农民工就可以得到20万人民币的赔偿。もし今このようなもし現在の中国でこのような労働災害が起こった場合、最低でも20万元ぐらいの保証が降りるだろうと思います。这张照片的工藤非常简陋，他们就住在由这个竹片和这个帆布搭建的这个工棚里。この写真は工場の近くに敷設されている宿舎作業場ですけれども、とても古いです。竹でできています。それから簡単なカバーで屋根や壁が覆われているだけです。而现在的工棚都带有空调。今このようなもし今の中国であれば、工事現場の横にある宿舎はしっかりとエアコンもついているような施設になっています。这一张照片的农民工是在收集钢铁厂的粉尘，而这些粉尘是肺息病的重要致病因素。この写真は製鉄所で働いている、金属粉を回収する人たちの姿です。この金属粉は肺に吸い込まれ病気をもたらしたりします。这个防护条件非常差，就是一个布口罩。当这个这是一个女农民工，当她戴着口罩的时候，我以为是三个男的。彼らの防護措置はとても簡単なもので、マスク、布製のマスクをしているだけです。3人いますけれども、私は3人とも男性だと思いました。しかし一番左の農民工は女性でした。这是一张
在下大雨的时候拍的照片，尽管工地就在旁边，但是没有一个农民工跑回来把这个晾晒的衣服收回去。これは大雨の中濡れている洗濯物です。工事現場がすぐ近くにあって農民工はそこで働いているんですけれども、雨が降っているのにもかかわらず戻って洗濯物を取り込む人は誰もいませんでした。由于这个高速的这个建筑量的这个这个工期的非常紧，所以这个工盆不足，这个两位农民工就睡在这个一张床上。この建物を完成させなくてはいけない工期がものすごく緊張しているの短いので、農民工の福利厚生がとても貧しく、このように一つのベッドに二人で寝るようなことが起こります。现在是不可想象的当时的这种情况。今ではこのようなことはありえないことです。这是一个农民工在电梯里，他是一个纽扣掉了，就用一根白线把这个扣子作为他的扣子。この農民工はエレベーターの中で撮影したんですけれども、一番上のボタンが外れていまして、それを直すために白い糸で自分で直していました。这是一个市场。这个农民工就坐在那里纳凉。この農民工の前に広がっているのは市場です。这个一张照片是这个几张照片是2003年拍的。この何枚かの写真は2003年に撮影したものです。当时天气预报说这是50年不遇的酷暑。この時天気予報によると50年に一度の猛暑だと報道されました。这个桥上用手摸上去，这个水泥地是发烫的。この橋の上で寝ていますけれども、この橋の地面を触るととても熱いです。因为他们住的是铁皮工棚，所以那个铁皮工棚就像桑拿浴，更是不能住人。実際彼らには、宿泊施設があるんですけれども、トタン薄い鉄でできているため、サウナのようでここよりももっと暑い状態です。所以他们就住在这个桥上。そんなことがあり、彼らは橋の上で寝ることになりました。我拍这三个农民工的时候，他们身上还流着汗，就睡着了。この写真を撮った時、この3名の農民工の体には汗がにじみ出ていました。这是最早我拍的农民工在露宿后回到工棚的这一张照片。他们的服装就像刚刚从农村到城市的第一批农民工。これは私が農民工を撮った初期の頃の写真です。彼らは今から工事現場に行くところですけれども、彼らの服装で特徴的なのは農村から出てきたそのままのような貧しい服装です。这个农民工，我跟他聊天的时候，他说他初中没有毕业，就从农村到无锡来打工，从事的是把砖头水泥运到楼上去的这个工作。この農民工と私が話したところによると、彼は中学を出てすぐに都市部に出てきました。レンガを運んだり、コンクリートを作ったりする仕事をしている農民工です。他和他的小伙伴说都没有初中毕业。彼の友達も中学を卒業していません。后来我还遇到过他。他们从事的这种体力活后来被这个政府所取代，就是取缔了。後、彼らに会ってもう一度話して、その何年か後に彼らと会って話したんですけれども、そのような建築業は農民工による建築業は、その時にはもうすでに政府によって取り締まりが始まっていました。
这个农民工是住在烂尾楼里，而这个就是烂尾楼，是一个公园，他们住了七八年，没有水，没有电，就自己接了电，在那里生活。この写真は廃墟に住む農民工たちの様子です。彼らは7年から8年ここに同じところに住んでいます。ここには電気や水がなく、勝手に電気を電線を引いて電気を使っています。这个就是他们在墙上的涂鸦。これは農民工たちが書いた落書きです。这是2010年的农民工，生活条件相对有所改善。これは2010年に撮影した農民工の様子です。以前と比べて若干生活が改善されたように思います。这一张照片是在2010年春节前一个礼拜拍的。この写真は2010年の春節旧正月のお祝いの前に撮った写真です。因为工程欠他们这个叫工资，所以这个民工队长为此而发愁。この農民工たちが勤めている会社の社長が給料を払ってくれなかったということがあり、農民工の隊長が交渉するために集まって悩んでいるところです。这个农民工他说你可以拍照，但是不要拍我的脸。この農民工は私を撮ってもいいけれども顔は撮らないでと言いました。因为他的孩子在无锡上大学，他不想影响他的孩子。なぜかというと彼の子供は無職の大学で大学に進学して在学しているんですけれども、自分のこのような姿が子供に対して悪い影響を与えるのを恐れたためでした。这是2016年拍的。これは2016年に撮ったものです。这是2016年端午节的时候拍的一张照片。これは2016年端午の節句の時に撮った写真です。当时农民工的境遇已经有了很大的变化。当時農民工の境遇は大きな変化がもう発生し起こっていました。因为工程组千方百计要拉住农民工工作。雇い主の方がさまざまな手を講じて農民工たちを引き止めようとしていました。因为劳动力紧张，所以这个啤酒都是包工头买给这些农民工喝的，包括这些鱼啊肉都是包工头出资，为农民工过节。当時2016年には労働力が不足してきました。そのためこのビールや肉、食べ物はすべて雇い主の方で提供されたものです。民工队长，这是食堂，也已经就是条件相对比较好。これは食堂です。这是2003年。2003年の写真です。中国因为是人口大国，每当春节要回家过年的这个习俗，也是成为农民工返乡的一个高潮。中国は人口大国であるため、春節旧正月など帰省ラッシュが起こります。回乡的火车票一票难求。この時農民工も多くの農民工も実家に戻るため、その電車の切符がなかなか取れなくなります。他们要在这个雪地里甚至要排队一晚上或者两晚上才能买到一张火车票。彼らは雪の中一晩あるいは二晩かけて切符を取ります。由于这个农民工的收入低，当时我跟一位农民工聊天的时候，
他宁愿在这个火车站的广场上睡两晚，等两天以后的火车回乡。農民工の給料はとても少ないです。そのためこのように駅の前で2日間寝て電車が来るのを待っていました。因为火车票只要二十几块钱，而边上的大巴，你买票就能走，它要一百多块钱，所以这些农民工舍不得。なぜかというと、実家までの切符代は高々20元程度なんですけれども、もしこの近くでホテルを取るとなると100円程度かかります。そのため彼らはここでこうして寝ています。每当春节或者节日，这个中国的火车是非常拥挤，所以中国下了决心建了高铁，现在的这个运输情况有了很大的改善。中国は旧正月など大きなイベントの時にはたくさんの人たちが移動をして交通機関が逼迫します。そのため中国は最近年になり高速道路をたくさん走らせました。这个是07年在火车上认识的一位农民工。这位女农民工的在一个铸造厂工作，她的手上的伤口，包括她的手，都是我见过的，是非常粗糙的一个女性的手。先ほどの電車の中の写真は、この写真は電車の中で撮ったものです。この農民工は鋳鉄場で働いているんですけれども、大きな怪我をしていました。私がこれまで見た最も荒れた女性の手と言えるでしょう。这是我原来的办公室，农民工在外面装修。この写真は私の以前の事務室の外にいる農民工の姿です。这是农民工因为一些小事，和市民产生纠纷，经常在路上可以发现，可以看见。これは農民工が都市部の市民と小さないぞかざがありまして集まってきたところです。このようなことはよくあります。这是到政府寻求政府的帮助，因为和企业的纠纷。これは企業と争いが起きてしまいまして市役所に行って助けを求めている農民工です。这个也是一位工伤受伤的农民工在政府门口寻求帮助。これも仕事中に怪我をして労災を求めて市役所の前にいる農民工です。这是一位工伤事故去世的农民工的孩子，在上访。これ先ほどのこの写真は、お父さんが労災で亡くなってしまい、子供が、関係部門に助けを求めて。这是和建筑的包工头产生纠纷后受伤的农民工。これは工事現場の、その労働者のリーダーと矛盾、喧嘩をして入院、怪我をして入院している農民工です。这是一个年轻的从农村来打工的一个年轻女孩。我当时跟他聊天，问他就是收入和住房租金的事情。他说我的收入刚刚好够城市的租金。那我问他你的吃饭怎么办？他说我和男朋友住在一起，勉强糊口。我问他那你将来怎么办？他就陷入了沉思。これは農村から出てきた。2人の若い女性の写真です。私が彼女たちに
彼女たちの給料を尋ねたところ、一応生活はできると話しました。しかし住む場所は彼氏と一緒に生活していると答えました。这是一对农民工情侣。先ほどの写真は農民工のカップルです。这是 一张年轻的农民工，都住在一个工棚里，而这位女士和她的丈夫就用一张布把和其他的农民工隔开。この写真は農民工の宿舎の様子です。たったの一枚の布で他の人たちとのプライベートを守っています。这是政府筹建的这个希望小学，是专门招收农民工的子弟在那里就学，他们可以在城市里读到高中。これは中国政府が建て農民工の子息のために建てた希望小学校です。この子供たちは高校まで能够享受和 城市的这些学生相同的待遇。高校まで出ることができます。都市部の人たちと同じ教育を受けることができます。進学率を確保することができます。这是最后一章。随着经济的发展，中国全社会对农民工问题的重视，目前农民工的生存状况呢已经有了很大的改变，工资待遇已经和城市居民基本差不多，现在他们可以自由地进入城市居住创业，他们的孩子呢也能够享受免费教育，也能够享受这些社会保障和医疗保障，相信农民工的生活会越来越好。中国経済の発展や社会の成熟により、社会の農民工に対する関心が高まりました。そのため現在は農民工の環境は日に日に改善されています。給料も都市部の人とほぼ同じになりました。教育も9年間無料で受けることができます。社会保障も受けることができます。私は今後農民工たちが引き続きこれまでよりも優れた良い生活を送ることができると信じております。農民工の照片を先介紹で谢谢大家。農民工の写真はここまでにいたします。ありがとうございました。母さんどうもありがとうございました。今の興味深いお話からも、中国のさまざまな課題とか乗り越えなくてはいけない、多くのことが伺い知れますけど、ちょっと一つ質問は、これ2014年に戸籍制度が変わって、農村から都市部へ戸籍を移すのは自由になったんですか？现在在实际上在2014年之前就可以自由流动了，只是由于这个有一些政策，比如说你能够在城市买房就可以办这个户口，城市户口，但是有些农民工呢还买不起。但是现在呢有一些就是针对长期在城市工作的农民工的一些优惠的一些政策也进行也在出台。2014年前から農民工は都市部に出てくることはできました。ただ戸籍を取ることができませんでした。その後家を購入、都市部で家を購入すれば戸籍をもらえるとか、そういった規制の緩和があったんですけれども、今はそれよりもさらに進んで長期間都市部で働いていれば戸籍を与えるとかいう与えるというような制度に変わっています。另外只要农民工在一个城市工作满五年，交社保满五年，
他就能享受和城市居民相同的各种待遇。さらに5年間都市部で働いて、保険料、社会保険料を払っていれば、都市部の人たちと同じような政策的な待遇を受けることができるようになりました。はい、ターさんが農民工の撮影をこう始めたのが2001年くらいというふうにおっしゃっていましたけど、まあ、それからもう18年ぐらい経つわけで、その間の中でもう農民工の生活がかなり大きくこう改良されてきているのが、分かります。で、まあ、アジア最初の共和国である中華民国は、今から100年以上前のですね、1912年に、孫文を中心に建国されて、その政治勢力として、国民党が結成されています。その後国民党と共産党との内戦期間があってですね、さらに1937年には日本と中国の日中戦争が始まりました。この日中戦争が始まると、まあ、争っていた国民党と共産党は国共合作という協力体制を作って、日本と戦い始めます。そして、まあ、第二次大戦が終わった後、1949年には、まあ、共産党による中華人民共和国が誕生して、現代中国の建国が宣言されました。まあ、そのため孫文の死後ですね、後継者になった蒋介石は台湾に逃れて、こちらも台湾で中華民国政府を維持していくことになります。まあ、非常に現在も続く、複雑な歴史的な経緯が両国両岸の間に あるんですけれど、まあ、毛沢東の、まあ、理想の国づくりっていうのは現実との間で非常にさまざまな、まあ、矛盾が生まれて、いろいろ混乱が続きました。で、建国以来、まあ、新しい中国は、先ほどもちょっとお話ししたように、計画経済を取り入れて社会主義国家を建設してきましたけど、例えば上海だけは市場経済を取り入れた、経済技術開発特区、開発区都市というふうに指定されて、まあ、非常にこう自由主義的な要素を組み込んで、中国最大の都市に上海はなっていくんですね。で、1960年代に入ってソ連とアメリカは、まあ、冷戦構造を乗り越えて平和共存路線にこうだんだん展開していきますけれど、中国は、アメリカの核に非常に脅威を感じて、まあ、ソ連とこう対立してですね、独自自主路線へ向かいます。さらに1966年に、大躍進政策の失敗によって指導力を失いかけた毛沢東が復権を目指して文化大革命、これ1966年から10年ぐらい続きましたけど、文化大革命運動を起こしていくと。まあ、文化大革命というのは全国の青少年層を動員して、まあ、思想文化の変革を掲げて、まあ、共産党とか政府の幹部とか知識人たちを攻撃していく運動でした。まあ、10年間にもこの及んだこの運動によって、中国の政治経済は混乱に陥ってですね、まあ、なんとかこう政府は経済立て直しのためにいろんなこう方針をこう実現していくんですけど、今まで対立していたアメリカとの関係修復にも努めて、1972年には、まあ、ニクソン大統領が訪中して国交回復を話し合い、日本も当時田中角栄でしたけど、田中首相のもとにですね、日中共同声明を調印して国交正常化を実現していくと。で、今日のもう一人のゲストの、ワン・チャオハンさんは、水辺にてっていう写真集を出している、まあ、若い写真家でもありますけれど、同時に中国の写真集、特にちょっと今お話しした、
文化大革命時代の写真家たちの、まあ、活動を研究する、写真研究者でもあります。で、ワンさんにはですね、まず特に2010年代以降の現代中国の写真家たち、21世紀の現代中国の若手の写真家の動向について、まあ、歴史的な経緯も踏まえてですね、少し話してもらいたいと思います。じゃあお願いします。皆さんこんにちは、遠長ファンと申します。今日中国の現代写真について話したいと思います。どうぞよろしくお願いします。まず中国の現代写真の計画について話したいと思います。1976年4月5日北京の天安門広場で、同年1月に死去した周恩来総理に供えられた花輪を提供をめぐって民衆と当局側が衝突する事件が起こしました。この事件は死後天安門事件と呼びます。 あの日にプロカメラマンとアマチュアカメラマンは自発的に天安門広場で集まってドキュメンタリー写真を撮りました。これは当時あの天安門事件の写真です。この人たちは自分で書いた文章と自分で書いた詩を読んでいます。朗読しています。これはこの死後対面地区のとても有名な一枚の写真です。この立てる人はなんか自分の血で文章を書いています。1979年1月にこの天安門死後天安門運動にのドキュメンタリー写真を開催されている人民の哀悼という写真集が北京出版社から出版されました。これは写真集の表紙です。これは写真集の裏表紙です。ここの裏表紙のここ死後革命記述という漢字の音韻があります。これ記述は中国の言葉です。記述を記録の記、字は実際の字、意味は現実と実際のことを記録するという意味です。死後天安門事件をきっかけに中国の殺害活動はイデオロギーのコントロールから脱出し、政治的なプロパガンダ写真から離れて現実に立ち返り、リアリズムに回帰し、新時代の写真活動の展開の幕が開きました。そのため死後天安門事件で撮られた写真作品は近代中国写真の起点だと言えると思います。続きまして1976年から2006年までの中国の写真の発展段階について話したいと思います。この30年間は私は3つの段階を分けて簡単に紹介します。1つ目の段階は総裁した民間写真活動です。1976年から1980年までの民間写真組織と展覧会の出展によって民間の写真活動が
活発になっていきました。ここで注目すべきのは死後天安門事件のドキュメンタリー写真を撮った人たちです。彼らは1900これは当時の死後天安門事件に撮った写真家たちです。彼らは1976年から、定期的に北京で集まって写真をめくって討論を繰り返します。1979年、彼らは4月愛会をという写真クラブを作りました。これはなんかプロのカメラではなくてアマチュアのカメラたちのクラブです。1979年4月彼らは北京で自然社会人という展覧写真展覧会を主催しました。この展覧会のタイトル意味は自然に戻す、社会を表現するヒューマニズムに変えるという意味です。この写真展は51人の写真家が撮った281枚の作品で構成されました。これは1回目の展示の作品です。この展覧会の会期は25日間です。来場者の数は7万人達しました。文化大学前の後は規模が一番大きく影響力も一番強い写真展覧会だと考えます。これは2回目の出展作品です。この展覧会は1979年、1980年、1981年まで 3回やりました。これは3回目の出展作品です。全部プロパガンダ写真と全く違う作品です。続きまして2回目の段階は1981年から1993年までの報道写真の出席の果たしです。文化大学前の後は改革開放政策により新聞指導雑誌が発展し始めました。当時のテレビは高価なものなので一般の人は新聞と雑誌とラジオから情報を受け取っています。このような社会背景があってフォトジャーナリストの数がどんどん増えました。イデオロギーのコントロールが弱くなったおかげで個人の目で自発的に社会を見ることができるようになりました。集団意識で統一的な国家イメージを国家のイメージを作るではなくてフォトジャーナリストたちは別々で個人の目で見た社会像を作り始めました。社会問題を暴くような社会性がやっと現れました。これは当時の新聞のフォトグラファーズ撮った写真です。この写真家ホーデンクと呼びます。彼は2000年代に死んだ後は彼の名前で注目で今もう有名な写真の賞を作りました。続きまして3つ目の段階は1993年から2006年までのコンセプチュアル写真の出現と果たすです。1980年代末にパフォーマンスアートが中国で出現しました。1990年代に入ってパフォーマンスアートが流行しています。1990年代初期になんか中国の全国から北京に来た多くの芸術家が北京のこれは
中国語で東村と読みます。この東村、東村という村に集中、集まって非常に暮らしています。家賃が他のところに比べて圧倒的に安いので。この村に住んでいる写真が撮った演芸中のパフォーマンス、アートの芸術家の写真は中国現代コンセプチュアルの写真の発端だと見られます。この作品は中国で最も有名な現代アート芸術家徐冰の作品です。これは北京の東村のこれ名前。これはこの東村に住んでいるパフォーマンスアートの芸術家のパフォーマンスです。このパフォーマンスはなんかトイレで12時間でずっと座って動かないです。だから肺に体の上に止まっています。この作品の意味は人の体ってなんか無名の山をもう1メートルを高さを増やします。この演習する写真です。続きまして2006年以降の中国写真動向について話したいと思います。2006年から現代までの写真動向は私はニュードクメンタリーと呼びます。この段階の写真家たちはもともと中国のマスメディアでフォトジャーナリストを務めていた写真家です。1980年前後に生まれたこの写真家たちは全体主義に関する体験がほぼありません。自由に育った彼らは規定された報道写真の枠に再現を感じ、さらに自由に写真活動をしたいという欲望があってフォトジャーナリストから写真作家に転向しました。つまりこの写真家たちは絶えずの中から外に出ました。まずはこのニュードクメンタリーの写真家たちはさっき紹介しました第二段階の写真家たちの作品の一番大きな違いは、あの時代の伝統的なフォトジャーナリストたちは撮った作品はなんか明確のテーマを持ってストーリーを語るように作品を撮っていました。でもニュードクメンタリーの写真家たちはテーマを持たずにエッセイを書くように写真を撮り始めました。批判的過去、皮肉的な作品は叙情的な作品など様々な作風の作品は出ました。まず紹介したいのはローダンという写真家です。洛丹は1968年に中国中海市に生まれ、中国で数多くの賞を受賞しました。代表的な写真集は318国土北方南方があります。2006年ロバート・フランクの写真とアメリカ映画から影響を受けた洛丹は新聞社の仕事を辞めて中国の一番長い国道318国道を撮り始めました。318国道は中国の上海からチベットのラサまで中国の東西を横断する一番長い国道です。東沿海の一番裕福な地域から西の山地の貧乏の地域を貫いています。このシリーズの作品はオリンピックの開催する前に激しい噴火中の中国のを記録しました。これは上海の写真です。これは上海の建物です。
そう、入道国民たりの時代、最大の写真家たちと昔の写真家に比べて、なんか彼らは中盤のカメラが使う人が多いです。35mm じゃなくて中盤を使う人が多いです。3.18 国道の発表の後は、ロダンは北部南部シリーズを撮影することになりました。この2つのシリーズは十字の形で中国を解剖しました。3.18国道に比べると、北部南部の写真はさらに静かな印象があり、印象です。退屈の仕事で抑制された写真を撮る欲望を放出した後、被写体を凝視した静かな写真が多くなりました。フォーマットも67から66に変換しました。写真もスナップの写真よりはなんかポートレートの写真が多くなりました。次に写真家ユーリを紹介したいと思います。ユーリは1978年中国瀋陽市で生まれました。静かな移動シリーズで注目されました。このシリーズは作家がマスメディアの仕事を辞めて6年ぶりにふるさとに帰って中国の北の国境線を通った作品です。ノスタルジアに満ちている叙情的な作品と読み取れます。外に行くロダンと近います。ユーリはふるさとに戻るということを決意しました。続いて写真家ランジンの仕事を紹介したいと思います。ランジンは1978年中国四川省で生まれました。アメリカで科学博士学位を取得しました。第4回三栄堂写真賞を受賞しました。しかし帰国したランジンは科学に関する仕事ではなくて新聞社に入ってフォトジャーナリストとなりました。仕事を辞めたからはシルクロードで撮ったもう一つの季節というシリーズを撮りました。ランジンは科学実験をするように目の前の世界を解体し、科学元素を組み立て直すようにもう一つの世界を作りました。白黒写真で現実と距離がある抽象的な世界を表現しました。
最後に紹介したい写真家は李正德です。李正德は1976年に中国を湖南省で生まれました。第4回ホードンクドクメンタル写真賞を受賞しました。彼の作品のタイトルは新黒人です。このシリーズの写真はパーティー、セレモニーなどの公的な場所で撮った作品です。写真撮影会社で勤めている李正德はこのシリーズの作品を撮り、仕事の写真を撮りながらこのシリーズの写真を撮りました。先ほど紹介した3人の写真家が撮った中国の表面を切り開き、もう一つの中国を掘り出しました。欧米の習慣とマナーを真似するのがまだ不手際の金銭を崇拝している中国、ある中国のイメージです。この4人の写真家の作品は中国のニュードクメンタリーの4つの方向を提示しました。1つ目は外へ行き、外を見る欲望を駆使して作品を撮る方向です。2つ目は自分の中に戻し、根源を尋ねる方向です。3つ目は社会性が薄くなって抽象的な作品を作る方向です。最後は人に刺されるほど現実に直視する方向です。このようなマスメディアのカメラマンの仕事を、マスメディアのカメラマンの仕事を辞めて、フリーカメラマンになった写真家たちは、中国のニュードクメンタリーを作ったと考えます。伝統的なルールがあり、報道写真を撮る経験がある彼らは、作られた写真技術を使い、マスメディアから離れて、極めて自由に観察することによって、昔の写真家が撮った全く違う中国の像を作りました。はい、以上です。ご清聴ありがとうございます。はい。皆さん、ありがとうございました。ちょっと僕のところ、自分で自分の写真を紹介するんじゃなくて、僕からちょっと、ワンさんの写真を紹介しますけれど、まあ、ワンさん、写真家としてもですね、活躍なさっていて、自分たちで写真集を出版する出版社も、作ってますけれど、この水辺にて写真集を発表してます。河北省の湖安県の生まれですけれど、まあ、この写真集自体は重慶市の華陵江っていう、まあ、長さ1100キロに及ぶ大河の、まあ、川辺に行き交う人たちとか、そこで日常的に繰り広げられている、まあ、断片的な情景を、まあ、長い期間にわたって撮り続けていったものです。まあ、非常にこう穏やかに流れる大きな川の岸辺に、まあ、孤独とか悩みを抱えるいろんな人たちの姿をモノクロームの写真に映し出して、まあ、こう目まぐるしく変転していく現代中国の、まあ、精神と物質のギャップっていったものが映し出されています。で、ワンさんの水辺にいてもそうですけれど、中国の写真を現代写真を見ていくとですね、川とか海海岸とかをこう扱ったものが、多いことに気づきます。ジャン・チャオさんの、この海岸線ってこう2014年に、作られた写真集ですけど、中国の北の遼寧省にある王緑港の河口から南の、チワン族の自治区にあるカロン川っていうところ河口までですね、
約1万8000キロメートルもの長い長い海岸線を映していったシリーズです。まあ、さっきあの318の国道を ものすごい長い国道を映したオンザロードの写真がありましたけど、このジャン・チャオさんの写真っていうのはもう本当に1万8000キロもの長い海岸線をまあこう映していった、これもまあオン・ザ・ロードの一つだと思いますけど、いかにこれを見ていくとですね、さっきの国道もそうですけど海岸線もそうですけれど、中国が非常に広大な国土と人口を持っていることが実感できます。で、中国の高度成長時代の政策とか交通網の変化といったものがこの海岸地帯において最も顕著に現れている。で、膨大な数の人たちが、まあ、内陸部をこう離れて海岸線へこう移動していくっていう、まあ、経済発展の最前線でもある場所を打ち出したものです。それからもう一人の、チェン・キンファさんの写真のシリーズ、これは異なるあの源からの時間っていう、日本語訳されたタイトルが付けられてますけど、中国の、西南地域である雲南省にあるシーマン村という、まあ、あの村をめぐって繰り広げられている4つの時間の交差を扱ったものです。4つの時間というのはもう大昔からの考古学的な時間、それからシーマン村の、まあ、歴史を経てきた時間、それから村の現在の時間、そこに生活する村人たちの固有の時間、この4つの時間を、いろんなスタイルでこう打ち止めたものなんですね。で、このシーマン村というのは、商人たちが雲南省の大都市である霊光っていう、まあ、町へ入る時の最初の通過点に当たっていたために、まあ、かつてはキャラバンとか馬が、そこで一休みする場所だったんですけれど、まあ、そのために栄えた場所だったんですけど、まあ、新しい道路が作られて馬は自動車に変わってシーマン村は一回静けさを取り戻したんですけれど、まあ、高速道路がどんどんできたり、大きい橋が村の 端っこをこう通過していったためにですね、まあ、隣の霊光はすごい大発展するのにシーマン村は過疎化が進んで急激に廃れてしまう、まあ、中国の都市化に付随するいろんな問題をですね、4つの時間軸から照らし出して、まあ、現代中国の縮図を描き出したものがこのシリーズです。で、次に白夜っていう、これ最近あの海外で非常に評判を呼んでるフェン・リーさんの白夜っていうシリーズがあります。これも注目すべきあの写真のシリーズですけど、去年出版されたこの写真集には、まあ、非常に不思議な緊張感があふれていて、現実の表面からはこう隠されていた側面がカメラ写真の行為とレンズによって暴き出されていく。で、これは四川省の西安の都市を中心に写したものですけれど、まあ、ありふれた日常から非常に劇的で、スキャンダラスな風景を引きずり出して、まあ、一種こう現実社会をサーカスの舞台のように変えてしまう、そのスタイルといったものが非常に高くあの評価されている、写真家です。で、まあ、今あのバーッと紹介してきたようにですね、中国の現代写真というのは非常に多様で、いろんなあの写真家たちが特に2010年代になってからですね、どん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 現れてきている。で、中国でこういうふうに写真が盛んになった背景には、中国全土で、まあ、多数開かれている写真フェスティバルの動向が あります。で、丹さんも広東省の先ほどちょっとお話が出ましたけど蓮州の、国際写真フェスティバルに、関わっていらして、この蓮州の写真フェスティバルでは中国の国内はもとよりですね、ヨーロッパとかアメリカとか、まあ、南米とかアジアとかからたくさんの、まあ、写真家とかキュレーターとか編集者とか、まあ、出版人がこう招かれて非常に大規模なあの写真フェスティバルが行われています。
江田立夫先生もこの練習して国際写真フェスティバルに招かれて、昨年ですか、写真展示も行っていますし、これからは、まあ、フォトシティ相模原との連携とかですね、さまざまな交流が期待されるところです。で、丹さんには少しですね、今年14回目をこう迎えたこの練習国際写真フェスティバルについて、中国の写真フェスティバルの活況の状況についてちょっとお話ししてもらいたいなと思います。谢谢伊藤教授的这个刚才的演讲。在讲中国摄影节之前呢，我想介绍一下中国摄影的这种几种形态。中国摄影的形态呢，总的来讲是多元化发展，但是主要的呢有四点，有四个方向。写真フェスティバルについてお話しする前に、まず中国の写真の様態についてお話したいと思います。中国の写真の様態は以下の4つです。第一是以中国各级摄影家协会为主导的摄影体系，这是带有半官方性质的艺术团体，也是中国最大的业余摄影组织。まず最初に各界の写真協会、公的な団体による写真です。他会中国这些摄影家协会会组织各种各样的摄影比赛，主要的风格是就是比较唯美或者是沙龙的这种组织形式。これら写真協会、公的な写真協会による作風の特徴としましては、単美主義にの傾向が強く、またサロン式の趣味の人たちが集まって、美を求めて写真を撮るような傾向があります。第二呢是以中国的摄影学术界理论界为主导的摄影体系，大多出现在各类的摄影节、摄影周、摄影大展上为这个存在的形式。二つ目は中国の学術界による活動です。これら写真撮影理論を研究する研究者たちは、フェスティバルなどの場を通じて自分の意見を述べます。这个摄影风格呢多样化，具有一定的国际性和学术性。この写真の多様化という意味ですけれども、国際化、一つは国際化、もう一つは学術的という側面があります。这类摄影节、摄影周呢，都是民办公助，政府呢会出一部分钱来资助这个摄影节。この民間のフェスティバルは、民間に対して政府がいくら多少の出費をしまして開催しています。第三类摄影呢，是以互联网、社交媒体为平台的摄影体系。以娱乐和交友为主，这是民间自发的摄影形态。三つ目の様態はインターネットを通じた撮影写真コミュニティです。この作風の特徴としては娯楽性が高く、またコミュニケーションのツールとして写真を利用しているところがあります。第四呢是作为当代艺术媒介的摄影体系。主要以当代艺术展览、艺术画廊展出为平台。四つ目としましては、現代アートを媒体とした写真の発表です。主に現代アート展示会なので、これらの作品が紹介されます。这个摄影形态目前在中国呢更为小众，也更专业化。これら現代アートの一環としての写真は
専門的で小さなコミュニティの中で行われています。下面呢我就介绍一下在目前在中国最具有规模最具有学术性和国际性的 五大摄影节。次に、中国で5つの代表的なフォトフェスティバルについて紹介いたします。第一呢是平遥国际摄影大展。这里有这个平遥国际摄影大展的这个网站，如果有兴趣呢也可以浏览一下。一つ目は平遥国際写真フェスティバルです。ここに、URL を示しておきましたので、もし ご関心ある方はご覧ください。山西平遥国际摄影节呢创办于2001年，和我们项目原始的摄影节差不多，每年九月下旬在平遥古城开幕。この山西省の平遥国際フェスティバルは国際フォトフェスティバルは2001年相模原の国際フェスティバルと同時期に始まりました。毎年9月に平遥の湖上で行われます。它具有国际化、专业化、多元化的这种性质、这种特点。このフェスティバルの特徴としては、国際的であること、それから専門的であること、それからとても、多元的であることです。它是唯一在世界文化遺産地举行的摄影展、因为平遥古城是世界文化遺産、这个城市就是世界文化遺産。このフェスティバルは、世界で唯一、ユネスコの世界文化遺産の場を使って開かれる写真展です。可以说是、目前世界最大的摄影展、平均每届有2000位摄影师、8000件摄影作品参展、就是相当于有400个展览。このフェスティバルは世界で最大規模の写真展とも言えると思います。毎年平均して200名ぐらいの写真家が、参加しまして、8000の作品が出品されます。由于它的多样性、宽容性、被中国摄影界业内人士戏称为摄影庙会。このフェスティバルは多元的であり、またとても寛容のあるフェスティバルでありまして、たくさんの写真家が集まる園地というような呼ばれ方もします。他鼎盛的时期呢会有几十万的观众涌进这个小县城。7日間の開催期間で十数万人の来客があります。展覧呢是在几个老工厂和古建筑中 举办的。展示場は工場、古い工場や、古建物で行われます。每年9月19号开幕。大家有兴趣呢可以到这个古城去观光、参加这个摄影节。この写真展は毎年行われていますので、もしご関心のある方はいらしてください。这是开幕仪式。これは開幕セレモニーの様子です。这是各种各样的展览方式。さまざまな展示方法があります。这是我2013年在平遥做展览的一个场地、是在一个旧的工厂里。これは私が2003年に出品したものを展示している場所です。这是就是风光一类的照片、就是相对业余的、它会在户外进行展览。これは風景写真です。相対的に娯楽性が強いもので、屋外で展示されています。也会邀请国外的摄影家、策展人来参展。国外の写真家も
きます。这是农民工在2007年第一次在平遥做个展。これは農民工を2007年に初めて出展した時のものです。这是2015年我策展的一个摄影的联展。これは私が2015年にキュレーターとして参加したものです。第二个摄影节叫连州国际摄影节，连州国际摄影年展。二つ目は連州国際フォトフェスティバルです。它是在中国南方的一个小城叫连州，是一个县级城市。これは中国の南の小さな町で連州という町で開催されます。连州摄影年展呢，创办于2005年，它是以学术性水平最高、国际参与度最强、被广大业内人士所认可。このフェスティバルの特徴は、専門性がとても高く、中国国内で最も高く、また最も国際的な展覧数。展览数量在60到80个左右，由于是有专业的策展团队在挑选国内外的优秀摄影作品，所以它的知名度在国内的知名度，在国际上的知名度，包括摄影作品的水准都是最高的。出展される作品は60から80点、80品程度です。その専門のキュレーター集団が国内外の優れた写真作品を選定するので、中国やあるいは国外で最も知名度の高い、とても知名度の高いフェスティバルです。每年在11月、12月左右、举行展覧。毎年11月あるいは12月に開催されます。这是开幕的一些照片。これは開幕の場面です。它的展场主要是也是两个废旧的工厂和谷仓。この展示場は先ほどの一番最初のフェスティバルと同じように古い工場を使います。它每年都会设定一个主题，而这个主题设定的非常具有专业性。このフェスティバルは毎年決まったテーマに沿って行われます。そのテーマはとても、専門性の高いテーマです。这是展览场地。これは展示会場です。这是2015年我策展的一个无锡饭店的电工拍的绿皮火车，获得了唯一的次点奖大奖。これは私が企画しました、無職のレストランの、職員が撮った写真を展示した場面です。この中で、このフェスティバルの中で唯一の大賞を取りました。他的照片也在日本的京都摄影节和相模原市展览过。この作品はこの時に出展された作品は以前相模原市でもあるいは、京都でも展示されたことがあります。这是去年江城常夫先生在连州举办个展的情景。これは、去年えなり先生が、参加された練習の展示会場を撮ったものです。这是濑户正人的这个展场。これは瀬戸先生の展示会です。展示会場です。当时是设定了一个日本的一个摄影专题。この時は特別に日本展示日本専門日本テーマスペースが設けられました。还有一位摄影家是日本著名摄影家深濑昌久。
もう一人、深瀬先生の作品も出品されました。这是在以前我做展览的时候法国的媒体在采访的照片。これは私が展示場にいたときにフランスのメディアから取材を受けた時のものです。这是中国年轻摄影师的在布展，他的作品是放在地上的。これは中国の若手撮影家、写真家による、展示です。这也是把以前老冰箱搬到了现场，展览现场。これは古い写真を展示場にそのまま置きました。这是后来改造的博物馆。これは、後にもともと工場だったところを、博物館、美術館に、改築したものです。丽水国际摄影文化节是经中国国务院批准的一个摄影节庆活动。丽水国際フォトカルチャーフェスティバルは中国の国務院の、批准を得て開催されるフェスティバルです。它在中国东部的这个浙江的一个城市。中国東部の都市、浙江省の都市で行われます。它的展览的场地遍布了整个城市。这些都是红点的，都是展场。市内各地で展示会場が設けられます。它创办于2004年。2004年に始まりました。每两年举办一次。2年に一度行われます。2017年参展的摄影师达到5000多名，有1000多个展览。据称是中国摄影史上最大的一次摄影节。2017年のフェスティバルの時には5000名の写真家が参加し、1000を超える展示会場が設けられました。この時の撮影、展示会の規模は中国史上初めてのものと言われています。最大のものと言われています。2015年我曾将江城常夫先生的作品带去展览，并且获得了最佳策展人奖。2015年には、私がえなり先生の作品を持ってこのフェスティバルに行きました。最優秀キュレーター賞を獲得しました。这是开幕式，中国的节庆活动那个开幕都比较夸张。これは、開幕式です。中国のこういう開幕イベントとかいうのは少しこう大規模に盛大に行われることがあります。这个下面就是一个废旧的工厂改造的一个展览场地。これは古い工場を改築して展示会場としました。这是美术馆做的一个国际摄影国际性的一个展览。これは美術館です。国際海外の作品が展示されています。它有个摄影博物馆，这个是摄影博物馆。これは、この市内にある写真博物館です。这是 我在向朋友介绍我策展的照片。これは私が展示を紹介、友達に、友人に対して、この企画を紹介している場面です。这位老先生也是83岁了，他拍的作品，这个几年连续获得了很多奖项。この一番左側の方は今83歳で、近年この方が撮った、写真はいくつもの賞を受けています。这是我在布展江城常夫先生的作品。これはえなり先生の作品を並べて展示している、準備しているところです。条件是比较简陋。環境はあまり良くないんですけれども。
许多摄影节都设有摄影书室。多くのフォトフェスティバルでは本も販売されます。拍卖。また、オークションも行われます。这是大理国际摄影影会。続きまして大理国際フォトフェスティバルです。大理国际影会创办于2009年，主办城市是云南大理，在中国的西南方。2009年に始まりました。開催都市は雲南省の大理です。刚才介绍的丽水是双年展，大理也是双年展。先ほど紹介した麗水のフォトフェスティバルも2年に1回の展示ですけれども、こちらも同じです、同様です。它的特点是作品的交流和出售。このフェスティバルの特徴としては、作品をそのまま、売り出したり、交換したりすることができる点です。它地处中国的这个比较偏远吧，交通不是太方便，但是它是一个很优美的旅游城市。雲南の大理はアクセスの悪い場所ですけれども、風景が綺麗で有名な観光名所でもあります。最後呢，介绍一下集美阿尔勒国际摄影季。最後に集美アルル国際フォトフェスティバルについてご説明します。它是历史最短的一个摄影节，但是影响非常近年来影响扩张的非常快。このフォトフェスティバルは先ほどの4つのフェスティバルと比べて歴史はそれほど長くないのですけれども、その写真界に与える影響力というのはとても大きいです。它创办于2015年，地点是在福建的厦门。2015年に始まりました。開催場所は福建省の厦門市ですの集明区です。主要由三影堂摄影艺术中心与法国阿尔勒国际摄影节共同创办。主な主催者としましては北京の三影堂写真アートセンター、それからフランスのアルル国際フォトフェスティバルが共同で開催しています。展覧虽然不多，但是呢他引进了阿尔勒摄影节的这些作品，所以水平比较高。展示数自体はそれほど多くないのですけれども、国際的なフォトフェスティバルであるアルル、フォトフェスティバルから作品を引き入れているため、出展される作品のレベルは相当高いです。创办人呢是艺术家荣荣和印里，他们是一对夫妻，其中印里呢是日本艺术家。主催者の一つである三影堂写真センターは、ロンロンというロンロンとインリという、夫婦が建てたものです。そのうちこのインリは、日本人です。日本出身です。各大摄影节的活动内容呢，它除了有中国摄影师参展外，还会邀请一些国际上的著名摄影家来参展。このフェスティバル、先ほどご紹介したフェスティバルには、中国国内の写真家のほかに、海外の写真家も参加します。ロバート・フランク、マーティン・パール、ロジェ・バイルン都在邀请之列。ロバート・フランク、マーティン・パール、ロジャー・バイルンなどが参加します。一些摄影节还专门设有大学生的摄影展览。大学生にを対象とした大学生に特化した、展示会も展示スペースもあります。这是萨尔加多。これはフランスのブラジルのサルバドです。サルバド写真集です。一般摄影节呢都会设有大奖、青年摄影奖、策展人奖等等，现在的奖金也非常夸张，有的有10万、20万，大家在相互攀比。これらフォトフェスティバルでは
大賞、日本語で言うと金賞かもしれないです。金賞や、それから青年写真賞、それからキュレーター賞などが設けられています。特に賞金が高くて10万元から20万元、日本円で言うと大体150万円から300万元円ぐらい。摄影节还会举办理论研讨会、讲座、等一些理论活动。フォトフェスティバルでは展示のほかに、理論について話す講座がなど、学術的な交流も行われます。这个是2008年举行的研讨会、非常的简陋。これは2008年に開かれた、シンポジウムです。とても、簡略化された形です。这个是2013年的一次研讨会。これは2013年のシンポジウムです。这是、去年举办在连州摄影节期间举办的这个幻灯放映会，这个正在放江城长夫的先生的作品。これは去年連州のフォトフェスティバルで、スライドショーを行ったところです。これは、えなり先生の、撮影を、作品を流しているところです。这是影像专家见面会，会邀请一些著名的策展人和青年摄影师进行见面。これは、世界各地の各国の著名な写真家と交流を持てるブースです。对青年摄影师、进行指导，提出、拍摄意见。若手写真家に対して、アドバイスをあげたりします。这些摄影节还成为摄影师们的一个大派对、大聚会。これらフェスティバルは写真家にと多くの写真家にとっては一大イベントであり、パーティーのようなものでもあります。这个是连州的一次聚餐，中间这个白衣服的人是中国著名的艺术家王庆松。これは中国連州在连州举办的这个聚会。連州の、フォトフェスティバルの時に開いたパーティーです。この白い服を着ている先生は王慶祥先生です。中国で王庆松、中国で著名な、中国で著名な、カメラマンです。这是中国最具有国际影响力的一个摄影家、艺术家。この王慶祥先生は中国で最も国際的な影響力のある写真家です。这是一个咖啡馆。これはカフェです。每次摄影节都有许多观众来参观，这是平遥国际摄影节的时候，当地的居民扶老携幼来观看展览。これは、地元の人たちが家族で訪れた、展示会に訪れた場面です。中国のフォトフェスティバルにはたくさんの観客、写真家以外の観客も来客もあります。当然在这个摄影节，我觉得在作品的布展和制作方面 和国际包括日本还有一些差异，因为制作水平啊、各方面、我们还是要向国际水平靠拢。今説明してきました中国のフォトフェスティバルは、作品の展示方法などにおいて若干その海外と、違いがあるかもしれません。中国としましても、海外のフォトフェスティバルに学べるところは積極的に学んでいきたいなと思っているところです。这个就是我介绍的中国五大摄影节的情况，谢谢大家。以上です。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。
ちょっと時間を押してしまいましたけど、本当は円君にいろいろ中国の、インディペンデントの出版人の事情であるとか、ブックフェアで、フォトブックフェアであるとか、写真雑誌の、こととかいろいろちょっと話してもらおうと思いましたけど、もう大幅にちょっと時間が過ぎてしまいましたので、ちょっと割愛させていただきます。で、今日はタン・ハオ・ウーさんとワン・チャオハンさんをお招きして、フォトシティ相模原2018年の記念シンポジウムを、現代中国写真の新潮流変容する写真表現と題して、まあ、特に21世紀に入ってですね、非常に大きく変容してきた中国写真の動向を紹介してきました。タンさんが今お話になったように、まあ、中国では非常にたくさんの写真フェスティバルが、あちこちで行われていて、規模も、まあ、ほとんど日本の写真フェスティバルとはこう比べ物にならないくらい、たくさんの写真展とか、いろんなゲストを招いたシンポジウムとかレクチャーといったものが行われていて、非常に活気を呈しているのがよく分かりました。今日、まあ、今日の日本ではですね、あんまり触れることができない中国写真の、まあ、多様性と奥行きを、感じていただけたのではないかなと思います。で、まあ、世界第2位の面積を持って、人口は世界第一の、まあ、14億人近い、人口で、 GDP は世界第2位という、まあ、大国である中国は、まあ、黄河文明であるとか長江文明の栄えた古代文明の源でも、あり、まあ、繁栄とこう衰退をこう長期にわたってこう繰り返してきた、独特の風土を、持ってます。今その大きいこう経済の上り坂にあってですね、世界の超大国として君臨していますけれど、同時に、世界遺産が大体さっき世界遺産の、場所で写真フェスティバルが行われていて、非常になんかいい雰囲気の展示風景が見れましたけど、世界遺産52個あるんですね、中国。まあ、文化大国の中国ですけれど、これからもますます日本とか近隣アジアとの関係性が重視されて、まあ、世界に開かれていく予感を強く持っています。タンさんのいる先ほどもちょっと話しましたけど、武釈市と相模原市っていうのは友好都市の関係にありますけれど、相模原、フォトシティ相模原においてもですね、こういうさまざまな人的なあるいは写真による交流を通してさらなる親密な関係性を築いていければいいかなと思ってます。今日はちょっと長時間にわたって、ご清聴いただきありがとうございました。タンさん、ワンさん、ありがとうございました。伊藤様、京様、蓮様、そして通訳のお二方、本当にありがとうございました。皆様、今一度、もう一度拍手をお願いいたします。ありがとうございます。大変貴重なお話を伺い知ることができました。パネリストの、お一人、東郷部様は、皆様ご存知の通り、今回のフォトシティ相模原2018アジア賞を受賞されていらっしゃいます。ご自身の表彰式が終わってからすぐにこのフォトシンポジウムに参加をしてくださいました。ありがとうございました。受賞作品の農民工を通しまして、私たち普段知ることのできない、中国での背景というのが見えてまいりましたし、また蓮様のお話でも大変エネルギッシュな中国の、写真作品アートの発表の場の、熱気のようなものを感じさせていただきました。まさにシンポジウムならではのお話であったかと存じます。